2022大会の覇者チャヤポン・ヨーターが総合2番手に浮上した。8月14日、アクカー・アジア・クロスカントリー・ラリー2024のレグさんがタイのホアヒンを拠点に行われ、4台の三菱・トライトンで同ラリーに参戦するチーム三菱・ラリーアートは、ヨーター・ピー・ラポン・ソムバット・オン組103号車が総合2番手、田口克彦・安井貴弘組107号車が同5番手につけた。写真 牛の放牧地の脇を走り抜けていく三菱トライトン、チーム三菱ラリーアート。また、130号車を狩るサクチャイハーントラクーン、ジュンポンブアンティップ組は総合12番手、小出和と、千葉英二組も同24番手でレグ3を終えている。8月11日、日曜日、2体南部のスラタニで開幕したアクカー2024は大会4日目、競技3日目の14日、水曜日、 ニラリーの折り返しを迎えた。フォアヒンをスタート、フィニッシュ地点とするループステージの中に全長 168.23km のスペシャルステージ、SS イコール競技区間が設定されたこの日、ラリーカーは 95.20km 地点のパッセージコントロール、PC、のに設けられたサービスで簡易的な整備を受けた後、残る 73.03km を走る SS3 でタイムを競うことに。 コースとなる道は起伏に富んだ山間部の道もあり、所々には岩が顔を出すセクションもあった。チーム三菱ラリーアートのトライトンラリーカー各社は前半セクションを順調に走行。中間地点ではヨーターがライバルに差をつける好タイムをマークし、後半もうまくまとめステージ2番手タイムとなる2時間27分56秒でフィニッシュ地点にたどり着いた。この結果、 ヨーターは総合3番手から同2番手に浮上。首位との差7分8秒で後半戦に臨むこととなった。今日は計画通りに進んだ。車の調子も良く、ドライバーと小ドライバーも完璧に仕事をこなすことができ、調和が取れていたと思うと構想を振り返ったヨーター。午後のセクションは、スタートから 10km あたりで強い雨が降り始めたので慎重なドライビングに努めた。 それでもペースを維持することができたし、この3日間、車の動きは完璧と言える。2年ぶりの総合優勝を目指す、エース、は、ここから先はこの状態をコントロールすることが使命だ。これでラリーも半分のところまで来た。あと残り半分あるが、ここからは勝利に向けて今まで以上に頑張りたいと意気込みを語った。チームメイトの田口は何度かミスコースを喫したものの、 スコールに見舞われた後半セクションでは、滑りやすい路面にもかかわらず前走者をパスする力強い走りで総合5番手に。一つポジションを落としながらも、大きな手応えを得た。ハーントラクーンはルート前半では田口を上回るペースで走行していたが、後半でエンジントラブルに見舞われる。これによりペースを落としてのフィニッシュとなったためステージ16番手と遅れを取ったが、総合12番手に踏みとどまった。 アクカー初参戦の恋でもペースよく走行を続け、前走者をかわしポジションを上げながら SS3 を走破。ステージ13番手タイムをマークし、総合順位を前日の32番手から24番手に上げている。ラリーの前半戦を終えた後、今後さらに厳しくなる戦いに向けブレーキなど全車の消耗品について改めて点検と交換を実施したチーム三菱ラリーアート。 同チームを率いる増岡弘カ総監督は、レグ4以降の後半戦をチームワークで戦い抜きたいと語った。ちょうど今日で前半戦が終わりました。今日は、サクチャイ、ハーントラクーン、選手のトラブルがありましたが彼も乗れてきていましたし、後半に向けてチームで作戦を立てていけると考えていたので残念です。チャヤポン、ヨーター、選手と田口選手が頑張っているので彼、ハーントラクーン、 2は明日からサポートに回ってもらおうと思っていますと増岡総監督。チャヤポン選手は思ったより首位と話されていませんでしたし、気持ちを切り替えて後半も全力で走ってもらいたいですね。後半、ラリーはどんどん厳しくなっていくと思いますが、とにかく状況をしっかり見つめて、完璧なチームワークで切り抜けてもらいたいと思います。役割を明確にして 一人一人がしっかりそれを遂行して、チームを成功に導く。それが一番の目標です。ラリー後半戦のオープニングとなる15日、木曜日のレグ4は、ホアヒンからカンチャナブリへと移動する途中に設定された全長 172.15km の SS4 で争われる。ステージの序盤は隣国ミャンマーとの国境付近を北上する山岳路が主な戦いの舞台となり、 アップダウンを持つ森林内のコースはナビゲーションがタイムを左右する鍵となりそうだ。その他コンクリートの滑りやすいターマック、舗装路、や川渡りなど、さまざまな試練が選手たちを待ち受ける。